86見ていきたいと思います。外装から見ていきます。フロントバンパーの、右前ですね、この辺り特にね、気になるような傷は大きいのはないんですけども、よーく見るとこういう感じで飛び石傷がちょこちょこちょこっとついてるような感じですね。でリップスポイラーはですね、この辺りですね、ちょっとガリ傷あってタッチアップしてるような感じです。あとはまあ下へと飛び石傷、下覗くと、吸ってるところがあるかなっていう感じですかね。で、中央部分も、まあ、目立つような傷は特になくという感じですかね。まあリップスポイラーはどうしても飛び石傷つきやすいようなところなので、こんな感じできついてます。でエンブレム周辺を目立つような傷は特に見当たらないですね。そして左前、こちらも目立つような傷はなく、よく見ると飛び石傷がちょこちょこちょこっとあるかなという感じですね。この辺りもね、ちょっとタッチアップしているところもありますけれども、こんな感じのフロントバンパーとリップスポイラーという感じですね。でヘッドライトは左右ともクリアで綺麗な状態です。そしてボンネット、へこんでるところは特になさそうで、ツヤもあってかなりね綺麗なボンネットになっております。こんな感じで非常にね綺麗ですね。はい、では続いて左側面見ていきます。左フロントのフェンダーですけれども、綺麗な状態ですね。で、ワークの、ホイールが装着されております。ガリ傷は、まあ、ちっちゃいのが少しあるぐらいという感じで、結構綺麗なね、ホイールですね。22540の18インチ。で、タイヤの溝はまだ結構、残ってます。ドアミラーは綺麗な状態で、助手席側のドア、こちらも綺麗な感じですね。で、サイドステップ周りも、特に気になるような傷は見当たらないです。で、リアフェンダーですけれども、リアフェンダーの方も、綺麗な感じですかね。ルーフサイドもね、綺麗ですね。こんな感じですね。で、左側面のへこみですけれども、特に、見当たらなそうですね。で、左リアのホイール。まあ、リム部分にちっちゃいガリ傷みたいのはちょこちょこちょこってありますけども、まあ、全体的にはね、綺麗な感じですね。リアタイヤの溝もね、たっぷりと残ってまして、タイヤサイズはフロントと一緒ですね。はい。では続いて、リアバンパー。これ汚れか。リアバンパーも結構ね綺麗ですね。なかなか綺麗なリアバンパーになってますね。こんな感じですね。そしてトランク、トランクもね非常にツヤがあって綺麗な感じですね。では続いて右側面見ていきます。右リアの、フェンダー周り、薄い線傷がちょっとね、ここについてますね。まあでもルーフサイド含めて非常に綺麗な感じで、右リアのホイールです。こちら側もまあもうちょっとガリ傷があるかなっていう感じですけど、まあ全体的にはね、綺麗ですね。そして、運転席のドアです。
出席ドアも綺麗ですね、サイドステップ周りもこんな感じで綺麗な状態になってまして、ドアミラーはちょっとここでタッチアップの跡ありますけれども、まあでも綺麗ですね、右フロントのフェンダー、まあ、ちょっとここは少し外れてきてますね。これね、タイヤ当たったりとかですね、すぐ外れちゃうんですよね、ここね。綺麗ですね。で、右フロントのホイール、右フロントホイールが一番綺麗そう、綺麗ですね。で、右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。で、ルーフの方は混んでるところも特になく、まあ、傷もなくね、綺麗なルーフですね。では続いて内装を見ていきます。まずは運転席の、ドアトリム周り、こんな感じで綺麗な状態ですね。で、スカフプレートの方も綺麗な感じで、シートは、まあ、若干こうちょっとほつれはありますけれども、まあ、座面もね、綺麗ですよね。助手席側、助手席側なんかはかなり綺麗な状態です。で、ステアリングはですね、ここら辺のちょっとね、すれというか、もうハゲというか出てきてしまっておりまして、ここもそうですね。まあ、せっかくこんな仕様なんでね、車外のね、かっこいいステアリングに変えてあげたらいいんじゃないかなと思います。で、ダッシュボード上はね、綺麗な、状態で、フロアボックスの中に ETC の車載機が入っております。で、トヨタ純正のナビが装着されてまして、まあ、この辺のボタン類もね、綺麗ですね。シフトブーツ周りも綺麗な感じで、で、このこれスピンターンノブなんですけどね、ここ押すとね、痛いです。尖ってて、こんな感じですね。はい、ちょっとエンジンをかけてみます。まあ、かかりの方はね、非常にスムーズな感じですね。で、立ち上がりもいい感じです。で、バックカメラ、こんな感じで解像性付きでついてます。はい、では続いてトランク見ていきます。トランクのトリム類、綺麗ですね。車載工具、パンク修理キット、この辺もね、揃ってますね。はい、続いて助手席側、ドアトリム周りですけれども、助手席側の方も綺麗な状態になってますね。スカフプレートも綺麗な感じで、フロアマットもね、綺麗ですね。シートの方も綺麗な状態で、よいしょ、リアシート、リアシートもね、綺麗ですね。はい、こんな感じの内装になっております。では続いてエンジンルーム見ていきます。はい、ではエンジンルーム見ていきます。まあ、いいですね。今とはね、違いですね。86試乗してみたいと思います。前期モデルの、86になりまして、走行距離が 97,400km ぐらいですかね。まあまあ走ってますけども、クラッチなんかは結構ね、ペダルも軽くて特に何の違和感もないですね。
所の入りも良さそうです。ブレーキの効きもいいですね。あとこのマフラー音が気持ちいいですね。なかなかいい音してます。うるさい感じはね、特にないですね。乗り心地も特に悪くなく、ハンドリングもいいですね。踏み込んだ時のこの加速も、とてもいい。で、特に室内に入ってくるような変な音もないですし、変な振動もね、ないですね。ハンドルが変に取られるっていうような感じも特に見受けられない感じです。なかなか乗りやすいですね。で、結構アクセル踏んだ時のねレスポンスがすごくいいので、まあこの辺りなんかはこうマフラー変えてるおかげでしょうね。18インチホイールのこう重たさみたいのもね特に感じなくて、まあ、とても快適に、ドライブできそうな感じで、なかなかね楽しいですね。で、まあメカニカル的にも何かトラブル抱えてそうというような感じも見受けられないので、まあ97,000キロという距離は走ってますけれども、どうでしょう、特段なんか不具合らしい不具合は今乗ってる感じは特にね感じられないかなという感じですね。はい、以上86の試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。